はい、こんにちは、しらすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回はバブル世代の女性から学ぶというテーマのお話を聞いていただきたいと思います。最初にいただいているメッセージを一通ご紹介させてください。家族と嫁の母親をお寿司に連れて行きました。その食事後に嫁からありがとねと言ってもらいました。もうそれがとても嬉しくて嬉しくて、目頭が熱くなりました。この時初めて意識せずに自分自身に感謝の言葉を向けることができました。感謝はすごいと実感できましたということですよね。まあ自分にとって大事な人を喜ばせるっていうことが大事だということを知ってる人っていうのはたくさんいるわけですよね。しかしそれを頭で知ってるだけではなくて、実際実践に移して行動に移したというところが一番素晴らしいというふうに感じています。この体感覚っていうのがあると、もっとね、自分にとって大事な人を喜ばしたい、もっとね、この笑顔を見たいとか、もっとね、こういうふうにこうね、感謝で溢れるような家庭を作っていきたいっていう感覚があると、ね、どん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 豊かさっていうのを引き寄せていくことができるので、まあ、ぜひね、この後もその豊かさっていうのを拡大させながらですね、大事な人を喜ばせていっていただきたいなと思います。メッセージ感謝してます。ありがとうございます。はい。ということで今回はですね、バブル世代の女性から学ぶというテーマのお話を聞いていただきたいと思います。まあ、バブル世代っていうのは、まあ、今で言えば47歳から51歳の方ということになりますね。で、まあ、バブル世代の女性というと、まあ、有名な方であれば天海祐希さんとか小泉今日子さんとか、もしくは民進党の代表の蓮舫さんとかですね、まあ、あとはそのテニスの伊達公子さんとか、もしくはそのね、経済界とか、まあね、で言えばその勝間和代さんとか、まあ、そういった方々ですよね。まあ、特徴としてはやっぱりね、まあ、元気ということですよね。まあ、エネルギーがあるということですよね。まあ、しかも若いですよね。今名前を挙げていた方々っていうのは多分ね、年齢をね、聞かなければ、ね、その47歳から51歳っていう風な感じがしないと思うんですよね。若くて綺麗で美しい、いつまでもこうね、エネルギーあふれる状態ということですよね。まあ、そういった人たちが、まあ、バブル世代の女性という特徴があります。で、なんで彼女たちだけがこんなに元気なのかということですよね。彼女たちだけなんですよね。日本1億2600万人の中で彼女たちだけが、ね、貯蓄より消費の方を好むという傾向を持っています。ね、バブル世代の女性、47歳から51歳のこのね、女性たちだけが、ね、貯蓄より消費を好むという、傾向を持ってるんですね。あとの世代、まあ男性はもちろんですけど、それ以外の世代っていうのもね、合わせても、やっぱりね、基本的には消費するよりは貯蓄なんですね。まずは余裕資金があったら貯めるということを考えるわけですけど、バブル世代の女性だけは逆なんですね。余裕資金があったらまず使うということをします。で、彼女たちみたいな感覚の日本人がね、まあね、みんながみんな彼女たちみたいになるってことではなかったとしても、少なくてもその10分の1ぐらいその感覚があれば、もう日本っていうのは、この今この瞬間からもうね、ものすごい元気になるんですね。すごい元気になるんですよ。で、どういうことですかっていうと、日本っていう国はお金がですね、あるんですよ。もうめちゃくちゃあるんですね。もうびっくりするぐらいあると。湯水のように豊富にあるんですね。1700兆円の金融資産のうち800兆円が、ね、預金なんです。実はね。800兆円預金があるんですよ。ね、その預金って要するにね、まあ、郵便局とか銀行とかで言ったところにあるわけですよね。まあ人によってはタンス預金をしてるのかもしれませんけど、まあ、いずれにしてもね、あるんですよ。800兆円預金がね。でそのうちの480兆円、まあ、6割ですよね。800兆円の6割ということで、8648で480兆円は65歳以上の高齢者の方々が持っているということになります。ですから、この800兆円の、ね、10分の1って言ったら80兆円ですよね。100分の1って言っても8兆円ですよ。ね、
日本で消費税を 1% 上げると2兆円の税収が増えるっていうのことが期待されていたりするわけですよね。だ消費税を 1% 上げる、2% 上げるってなると、なんかね、ものすごい大騒ぎになりますけれども、ね、消費税を 1% 上げてもね、税収は 2%、あ、2兆円ぐらいしか増えないんですね。ね、でその800兆円の金融資産の、まあ、10分の1って言ったら80兆円ですよ、ね、100分の1って言っても8兆円ですよね。そのはね、今までね、そのね、あの郵便局とか銀行とかもしくはタンス預金で、ね、要するにね、止まってる、ね、お金がね、100分の1の8兆円でもね、日本市場に流れてきたらものすごい景気が良くなるんですよ、ね。まあ、どの業界でもバブルが起きますよ ね。8兆円っていうお金がね、要するに日本の中に入ってくると、もうどこだって元気が出てくるわけですよ、ね。だからいかに日本人はお金を使わないかっていうことですよね。でその100分の1でもね、使われてないお金が市場に出てくれば、それだけで景気が良くなるっていうぐらいの状態にもかかわらず、実際は失われた20年と。バブルが崩壊した後20年間ずっと景気が悪かったっていうのは何でですかって言ったら、簡単に言ったらお金がないからじゃなくて使われなかったからということになるわけです。もうみんな将来が不安で、ね、とにかく将来のために貯めよう貯めよう貯めようと。特に65歳以上の高齢者の方々っていうのは、ね、あのもう数千万円の預金があるのは当たり前なんですよね。当たり前なんですよ。彼らっていうのは、障害賃金という形でね、まあ、2億5000万とか3億ぐらいもらってきた人たちですから、ね、その10分の1でね、2500万とか3000万ぐらい貯めてるっていうのは全然当たり前なんですよね。しかも、ね、昔はね、郵便局とか銀行とかってね、金利が 8%、9% ぐらいついてた時代もあったので、ただ銀行にね、置いておく、寝かしておくだけでお金が増えたっていう体験もしてるんですよね。だから65歳以上の人たちでね、数千万の貯金を持ってるっていうのは全然珍しくないし、ね、そのうちのね、6% の人はもう5000万以上持ってるという状態なわけです。にもかかわらず、この日本経済の状態っていうのは一体どういうことなんだっていうことなんですけど、それはお金がね、ないんじゃなくて使われないんですよ。ね、例えば65歳以上の方々であればね、数千万の預金があって、しかも保険にも入ってるんですよ。死亡保険とか健康保険とかね、入っていて、ね、万が一にも保険で備えてるわけですよ。備えているのに、年金をもらったら年金を使わずにそれを貯金に回しちゃうんですよね。これで景気が良くなるはずがないですよ。ね、どんだけ若い人たちがね、年金で一生懸命高齢者の人たちを支えようと思っても、その年金を使ってもらえないわけですから、ね、結局若い人たちから高齢者に一回お金が移動したら、もうそれで止まっちゃうってことですよね。だからもう景気が良くないわけです。どんだけお金がね、増えても、ね、現金預金が増えても全然お金が動かないわけですよね。でそれからすると、バブル世代の女性はもうね、唯一お金を使って人生を楽しむってことを知ってる世代なんですよ。ね、だから まずは余裕資金があったら、とにかくお金をまず使うということを考えます。考えるというか使うんですね。自分がね、いつまでも若くでいられる、綺麗でいられる、美しくいられる、ね、そのためだったらお金を使うんですよ。ね、もしくはそのね、同じね、同世代のバブル世代同士で、ね、楽しいところにね、例えばご飯を食べに行くとかね、旅行に行くとかね、そういったことっていうのにお金を使うんですよね。だから彼女たちは自分たちのことを女子って呼べるんですよ、ね、47歳から51歳ですよ。だけど彼女たちは自分たちのことを女子って呼べるんですよね。だから女子会を開くと、女子会って言いながら、ね、小学生中学生じゃないわけですよ。47歳から51歳で女子会を開けるんですよね。もしくはそれは自分たちは、ね、誰かね、人を惑わすぐらいの美しさを持っているということで、美魔女というふうに呼べたりするということです。圧倒的に元気が違うんですよ、このバブル世代の女性だけはね。だからやっぱりね、実際に、ね、若かったり、ね、綺麗だったり美しかったりする人が多いんですよね。もう生き生きしてるわけですよ、ね、もうそのすごくね、将来について対して前向きだし ね、あの夢を描いて、その夢実現のために頑張ってるし ね、もっと年齢を言わなければ、ね、絶対わかんないですよね。少なくても10歳ぐらい引いて、ね、例えば47歳の人が37歳ぐらいに見えたって全然不思議じゃないっていうのが、このバブル世代の女性の特徴ということですよね。でね、なんで彼女たちがだけがお金を使った人生の楽しみ方っていうのを知ってるのかっていうことなんですよ。ね、なんで彼女たちは、
ね、あの消費をするのかと、あとの人たちはみんな貯蓄をするのになんで彼女たちだけは消費をするのかっていうことなんですけど、これはねやっぱりね一言で言うと体験なんですよ。実際にお金を使って楽しんだ経験を持ってるというその体験が大きいんですね。だから1991年ということでいけば、ね、バブルが崩壊したのが1991年ということでいけば、まあ、バブルが崩壊してもう26年が経とうとしてるわけですけど、ね、でもやっぱり自分がね若いね20代の時にものすごい気持ちのいい体験をしてるすることができてるっていうのがやっぱり大きいんですよね。だから26年経ったとしてもやっぱり今でも人生を楽しめるわけですよ。夢を描けるし、その夢実現に向かって一生懸命頑張ることができるわけですよね。だから人生を変えるのはねもうズバリ体験なんですね。あの世の中の人でねこう勘違いしてる人がいるんですけど、お金が人生を変えるっていうふうに思ってる人がいたりするんですけど、お金は人生を全然変えないです。全く変えないですよ、ね、あの別に借金があろうがね、貯金ゼロだろうが、ね、貯金が数千万あろうが何にも人生は変わんないですね、そのことが分かってないんですよね。お金があれば人生が変わるって思ってる人がいるんですけど、お金は人生を変えないです、ね、お金を何かに使って体験をした時に初めて人生は変わるんですよ。お金って道具ですよね。交換の道具なんですよ。何かと交換することができる、そして何にでも交換ができるっていう道具ですよね。道具は人生を変えないんですよ。その道具を使って今まで行ったことがないところに行けたと、ね、今までやったことがないことをやったと、その体験が今まで会うことができなかった人と会えたと、その体験が人生を変えるんですよ。だから使われないお金なんて何の意味もないですよね。本当に数字でしかないですよ。預金通帳の数字でしかない。しかしお金があれば、ね、人生が変わるっていう幻想を持ってる人がいるんですけど、仮に今持ってる預金通帳の数字が10倍になったところで人生なんか何にも変わらないですから、はっきり言ってね。だから何にお金を使うかっていうことが大事なんですよね。お金を体験に交換していくっていうことが大事なんですよ。体験すれば人生は変わりますよね。今まで行ったことがなかった場所に行ったと、ね、今まで会ったことがない人に会ったと、ね、今までやったことがないことをやったと、その体験をすれば、ね、それはその体験が人生を変えていくわけです。お金が人生を変えるわけじゃないですよね。にもかかわらずのね、そのバブル世代の女性以外は、ね、そのことが実は分かってないんですよ。分かってないんですよね。だから貯めるんですよね。意味がないですよ。まあ、特に65歳以上の高齢者の人たちっていうのはもう数千万も預金持っててまだ貯めるとかね、もう意味が分からないですよね。ね、結局それでじゃあ残してどうするんですかと、ね、例えば自分が80歳100歳もしかしたら120歳まで生きたとして、ね、それでね数千万の預金を残して、で一体どうするんですかと、ね、残された遺族が相続税払って、で相続税払い終わったお金に対してね相続争いをするっていうね、ただ争いの種を残すだけですよね。でそこからするとやっぱバブル世代の女性は唯一ね、そのねやっぱお金を使って人生を楽しむっていうことを、まあ、知ってる人たちということです。それはねやっぱ体験が大きいんですよね。だからとにかく体験をするってことが大事なんですね。でそうした時にね、あの人間特に男性はですねお金を使わないんですよ、基本的にね。あの男性っていうのはやっぱお金を使わないんですね。なんでかって言ったら男性は論理的ですよね。頭でね考えるんですよ。で頭でねこうできるだけ論理的に考えようとするんですね。例えばね、まあ、人間っていうのは衣食住が満たされていれば、まあ、生きていくことはできますけれども、例えばね衣食の住の衣って言った時に、まあ、服は ね論理的に考えれば着る道具ですよね。要するに服の役割とか服の機能っていうのは着れることっていうことです。でそうすると男性であれば服は着られさえすればいいって思うわけですよ。だったら別に500円でも1000円でもいいわけですよね。だって別に1000円の服だったとしても1万円の服だったとしても10万円の服だったとしても着るっていう役割、着るっていうね機能に関してはもうね1000円の服で満たすことができてるわけだから、だったらね1000円の服でいいじゃないかっていう考え方をしますよね。もしくは衣食ってなった時、食べるって言った時にね、じゃあ食べ物、食物の機能、役割っていうのは食べられることってことですよね。食べることができることってことになりますけれども、だったらね食べることができればいいじゃないかというふうに考えるわけですよね。でそうした時にじゃあ500円と5000円でね、何が違うんですかって言った時に、500円でも食べられると、お腹は満たされると、お腹いっぱいになれるとね、っていうことであれば、あ500円でいいじゃないかと。
なんで1回の食事に5000円出す必要があるんだっていうふうに考えるわけです。5000円出すことは無駄だって思うわけですよね。そして、ね、衣食住の住って言った時に住む場所ですよね。ね、じゃあ住む場所の持ってる役割とか住む場所が持ってる機能って何ですかって言ったら、ね、まあ、要するに、ね、住めること、ね、泊まれること、寝れることですよね。まあ、そういったのが住む場所の、ね、家とかアパートマンションもしくはホテルの役割、機能ということになりますけれども、そうなると、ね、じゃあ泊まれればいいじゃないかと、ね、寝れればいいじゃないかと、住めればいいじゃないかというふうになるわけですよね。でそうすると、じゃあ家賃 5万円と家賃50万円で、じゃあ一体何が違うんだって言ったときに、ね、まあ、機能とか役割という意味でいけばほとんど変わらないわけですよ。ほとんど違わないわけですよね。だったら家賃5万のとこでいいじゃないかっていうふうに考えるわけです。家賃に50万円払うっていうのはまあ無駄だっていう感覚になるわけですよね。で、そうするとその人の人生ってどうなりますかっていうと、家賃5万円の場所で、ね、1000円の服を着ながら1食500円で生活する人っていうことになりますよね。ね。で、問題ありますかって言ったら問題はないです。全然ないですね。問題はありますかって言われると問題ないです。ね。全く問題ないですよね。ね、合理的ですかって言ったら極めて合理的です、ね、極めて論理的だし極めて合理的です、ね、ただね面白くないっていうだけなんですよ。ただ楽しくないですよね、うん、楽しくないんですよ、ね、そのね、考えるっていうね人生っていうのはね楽しくないんですね。ね、人生が楽しいかどうかっていうのは、ね、その考えてるかどうかじゃなくてね感じてるかどうかなんですよ。豊かさっていうのは考えるものじゃなくて感じるものなんですよね。でもっと言うと豊かさっていうのは無駄の中にあるんです。無駄の中にあるんです。豊かさっていうのはね、いわゆる論理的に、ね、無駄だと思われる部分に、ね、豊かさっていうのがあるんですね。だからその論理的に考えれば考えるほど確かにね合理的に生きることはできますけど、その代わり人生は楽しくなくなります、ね、間違いなくつまんなくなっていくということですよね。でそうした時にじゃあね衣食住の住っていう住むっていうところが一番分かりやすいと思うんですけど、ね、じゃあ例えば1泊1万円のホテルと1泊10万円のホテルに泊まりますと、ね、って言った時にじゃあその1泊1万円と10万円のホテルって何が違うんですかって言った時に役割とか機能っていうことでいけばね一緒だと思うんですよ。はっきり言って、ね、その寝れればいいとかね泊まれればいいとか住めればいいというのであれば、別に1泊1万円のホテルだったとしてもテレビが置いてあってねインターネットとつながる環境があって ね別に 1泊、ね、そこで1泊泊まるだけっていうことであれば別にね全然不自由しないと思うんですよ。ちゃんとホテルとしての役割機能っていうのを果たすっていうことはできると思うんですよね。ってなれば1泊1万円と10万円ってあった時1泊1万円でいいじゃないかっていうのが論理的な人の考え方ですよね。で繰り返しになるんですけど問題ありますかって言ったら問題はないです。全く問題ないです、ね、合理的ですかって言ったら極めて合理的です。しかし楽しくないっていうだけなんですよ。でそうした時にじゃあね1泊10万円っていうのに1回泊まってみればいいんですよね。1回泊まってみればいいんですよ。そしたらね明らかにね感じられることが違うんですよ。明らかにね、何にって言った時に一番違うのはやっぱり広さです。広さ、ね、空間の広さですよ、ね、それは一泊泊まるということに対してのその、ね、空間の広さってねどれだけね、大事ですかって言ったらね論理的には大事じゃないんですよ。論理的には全く大事じゃないです。はっきり言ったら無駄って言ってもいいと思います。しかし豊かさっていうのはその無駄の中にあるんですよ。豊かさっていうのはその無駄の中にあるんです。空間が広ければ広いほど無駄かもしれないんだけど人は豊かさを感じるんですね。そこに開放感とか心地よさっていうのを感じられるんですよ。だから高級ホテルになればなるほどその無駄な空間っていうのが広くなっていくんです。で、どん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 天井は高くなっていくし、どん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 横幅が広くなっていくんですね。そこに人は豊かさというのを感じるんですね。感じるんですよ。その心地よさ、体感覚っていうのが豊かさということなんですね。だったら人生を変えるっていうのはね、預金通帳の数字を増やすってことじゃないんですよ。で、その増えた預金通帳のお金で体験と交換していくってことなんですね。
今まで行ったことがない場所に行き、今までやったことがないことをやり、今までね、会ったことがない人に会うっていうためにお金を使っていくんですよ。その体験と交換することができて、初めてその人は人生を変えていくってことができるんですね。だったら、さっきのホテルの例で言うならばね、1万円のホテルに10回泊まったって、その人はね、何の学びもないですよ。人生に対しての学びがね、少なくても1泊1万円のホテルにね、同じホテルに10回泊まり続けても何のね学びもないんですよ。で、その人の成長っていうのはないんですね。だったら9回はね、もうはっきり言って我慢してね、そのなんかね、ものすごいね節約するなりね、あのお金を極力使わないで10万円捻出するんですよ。1万円のホテルに10回泊まるぐらいだったらね、そのね、あの9万円をなんとかしてね、11回1泊10万っていうのにするんですよね。もしかしたらね、10万円あったら1泊ね、あの1万円のホテルに10回泊まれるかもしれないけれども、しかしそれを1回に我慢して、その代わりその1回はね、1泊10万に泊まるんですよ。そしたらね、その人の人生っていうのは変わるんですね。それは頭で考えては決して分かることがなかった、体感覚として豊かさっていうのが自分の心、あのね、体の中に入るんですよ。あ、これかと。この豊かさ感覚なんだと。これが豊かさ感覚なんだっていう感覚が入るんですよ。あ、確かに気持ちがいいよねと。ね、確かに心地いいよねって、こんだけ天井が高くて、こんだけ広々としていれば、それは気持ちがいいよねというのがね、わかるんですよ。そしたらその感覚っていうのをもう一回体験しようと思ったら、じゃあね、まあ、あのね、自分がもっとね、お金を稼ぐなり増やすなりすればいいっていうことになりますよね。だから、そのね、体験をするってことが大事なんです。ね、その一回ね、500円の食事でいいと、確かにいいんですよ。お腹を満たすということでいけばいいんですよ。生命を維持するっていうことでいけばいいんですよ。500円でね。で、問題ありますかって言ったら問題はないんです。全然問題はないんです。合理的なんですよ、極めてね。しかし、500円の食事を食べ続けてね、何か学びがありますかって言ったらないんですよね。何か人生が変わっていきますかって言ったら絶対変わっていかないんですよ。だったら、1回ね、10倍出せばいいんですよ。1食5000円出せばいいんです。ね、そしていつもだったら500円で済ましてる時間なのに、今回は5000円払ってお金、あのね、ご飯を食べてみるんですよ。そしたらね、やっぱりね、変わってくるんですよね、感覚がね。ああ、やっぱね、美味しいものは美味しいんだなとかね、こうやってね、なんかね、こうしっかりとね、一品一品ね、前菜から、ね、メインからデザートからね、一品一品ね、しっかり丁寧にこうね、運んできてもらえるとかね、その感覚ってやっぱ気持ちがいいなとかね、ね、そう、なんか自分はね、このね、限られた、まあね、1時間半とか2時間とかね、この時間だけはなんかすごい特別待遇してもらえたなというような、その感覚ですよね。もしかね、もしかしたらその1食5000円っていうのはすごくこうね、立地がいいのかもしれないですよ。すごくこう高いところからね、こうね、あの街並みをね、こう下に見下ろすような、なんかそういう場所でご飯が食べれるかもしれないですよね、5000円出せばね。で、そうすればやっぱりね、ああ、やっぱりいいものはいいなと、ね、気分がいいなと、その豊かさというのを感じるんですよ。そしたらね、その人は人生をね、それを転機として変えていくってことができるんですね。もしくは服もそうですよ。確かにね、今着るってなれば、ね、1000円でもね、はっきり言って品質は良かったりするんですよ。ね、もう別に支障がないと、別に1000円だからね、1回2回着たらもうすぐダメになっちゃうとかって昔の服とは全然違って、1000円だったとしても何回着てもね、全然大丈夫みたいな、まあ、そういうね、ちゃんとした服っていうのが1000円ぐらいで当たり前に売ってたりしますよね。ね、だから確かにね、問題はないんですよ、ね、問題はないんです、ね、合理的って言えば合理的です。しかし、ね、それだとね、人生は変わらないですよ、ね、人生変わらないです、ね、それぐらいだったらね、10倍の1万円っていうか、まあ、ちょっとね、服に関しては2桁頑張ってもいいと思うんですよね。1000円でいいんだけど、ね、1桁じゃなくて1万円じゃなくてね、2桁頑張って10万円でもいいと思うんですよ。10万円の服をね、1着買うんですよね、例えば男性だったらスーツを新調するとかね、で、あの 日頃仕事で着ていく、ね、スーツを、ね、あの10万円の服、スーツをね、新調してみると
いうことなんですよね。そしたら、じゃあ1万円のスーツと10万円のスーツで何が違うんですかって言ったらね、多分ね、素人だったらほぼほぼ分かんないと思うんですよ。ね、別にね、自分のスーツはいくらですって自分で口に出さなければ、ね、別に1万円のスーツと10万円のスーツのね、見分けがつく人って言ったら、ある程度そのね、ファッションとかおしゃれとかに相当こう気を配ってる人じゃないと、まず分かんないと思うんですよね。しかし本人の着心地は違うわけですよ。明らかに。ね、やっぱり気分がいいわけですよ、ね、自分の着てるスーツはね1万円のスーツじゃなくて10万円のスーツってなると、ね、その10万円のスーツを着て仕事をしてるってなるとやっぱ気分はいいんですよ。そういうねその気分の良さっていうのは人生においてすっごい大事なんです。実はすごい大事なんですよ。でよくねやる気がないんですとかやる気が出てこないんですとかねどうやったらやる気が持てるんでしょうかとかって言ってる人はね考えてるんですよ。とにかく頭でね、なんで頭で考えるんだって話ですよ ね。考えれば考えるだけやる気はなくなっていくってたったそれだけのこともわからないのかっていうふうに思ったりする時があるんですよ、ね、やる気って気ですよね。感情なんですよ。感じるものなんです。考えて出てくるものじゃないんですよ。人間の考えるっていうのは否定的だしネガティブだから、ね、ポジティブなことを考えるとかね、日本語が矛盾してるんですよ。ね、ポジティブなことを考えるとか意味がわかんないですよね。考えるっていう作業自体が否定的だってことに気づいてないんですよ。考えるっていう作業自体がネガティブだってことに気づいてないんですよ。考えた瞬間もうネガティブなんです。ね、考えるっていうのは頭の中でどん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 物事をね、難しく複雑に複雑にしていくことなので、ね、要するにこう考えるっていうのはね、こう物を分解していくってことなんですよ。ね、だから、ね、例えば人間を考えますって言った時、じゃあ人間ってどうやったら、ね、人間ってどんな存在なんだろう、ね、男性と女性っていうふうに分解してみようかなとかね、日本人とアメリカ人っていうふうに分解してみようかなとかね、ね、そのキリスト教徒とイスラム教徒って分解してみようかな。要するに考えるっていうのは分けていくってことなんですよね。だから考えてって、ね、ある程度のところで分かったって言いますよね。分かったっていうのは分けることができたってことなんですよ。一言で言うと、ね、だから考えるっていう作業自体が否定的なんですよ。考えるっていう作業自体がネガティブなんです。だからやる気なんか出てくるはずがないんですよ。考えたって、ね、やる気っていうのは気だから感じるものですよね。だから考えてない時にやる気っていうのは出てくるんですよ、ね、そのことが分かってないんですよね。やる気がないって言ってる人はね、なんかねずっとね何年も何年も考えてるんですけどとか ね、それはやる気なくなるに決まってますよね。考えてるんだから、ね、考えれば考えるだけ元気がなくなるってたったそれだけのことも分かんないのかなっていうふうに思ったりするんですよ、ね、やる気っていうのは考えて出てくるものじゃないんです。感じるものなんですよね、行ってみたい、やってみたい、会ってみたいなんですよ、ね、そこに考えるっていうのはないんですよ ね。その時に、ね、行ってみたい、やってみたい、会ってみたいって言った時に、ね、もしお金が関係するっていうんだったら、ね、そうお金稼げばいいじゃないですか、ね、お金を増やせばいいじゃないですか、ね、それで初めてやる気が出てくるんですよね、やる気がない人っていうのは考えてる人だから、ね、例えば頭の中でね、いやね、例えばね、住む場所は住めればいいやとかね、食べるものは食べられればいいやとかね、着るものは着れればいいやって考えてるわけですよ。だから家賃5万円のところで1000円の服着て500円の食事をすればもうそれでいいじゃないかって考えてるわけですよね。そんな考えの人がやる気なんか出てくるはずがないですよね、出てこないですよ。もちろんね、現状はそれで良かったとも しますよ。現状はそれで良かったとしても、将来は違う状態になりたいっていうんだったら、その望んでる状態で頭を満たす必要がありますよね。確かに今は、ね、確かに今は家賃5万円で、ね、1000円の服を着て500円の食事をしてるかもしれないけど、自分にとって最もふさわしい、ね、状態は、ね、その家賃10倍、ね、食べるものも10倍、ね、着る服はね、10倍どころか100倍ぐらいのものを着て、ね、例えば家賃、ね、50万のところで、ね、1食5000円の食事を、ね、何の、ね、お金を気にすることなく、ね、10万円のスーツで食べに行くとか、そっちの方が自分にとってはふさわしいんだとか、そういうことを考えていればやる気なんか簡単に出てくるんですよ、ね、簡単に。じゃあどうやったらその、ね、理想の生活を実現できるんだろうかって言って初めて、ね、その時にやる気が出てくるわけですよね。自分の生活は、自分の人生は家賃5万円で ね、1000円の服を着て500円の、ね、食事でね、いいんだって思ってたらやる気なんか出てくるはずがないですよね。
ね、そもそも考えてることがケチくさいじゃないですか、はっきり言って。ね、だからやる気が出てこないんですよ。ね、今の現状はどうでもいいんです。今の現状はどうでもいいんですよ。将来自分にとって本当にね、理想の状態ってどんな状態なんだろうっていうのを常にね、頭に思い浮かべるんですよ。ああ、こんな場所に住めて、こんな場所で寝泊まりできて、こんな服を着てて、こんなね、食事をね、毎回毎回できるようだったら、なんて贅沢なんだろう、なんて豊かなんだろうっていうので、妄想で頭を満たすんですよ。ひたすら夢でね、頭を満たすんですよ。そしたらね、やる気なんか簡単に出てきますからね。そうした時にね、無理してでもね、体験を買った方がいいんですね。多少ね、無理してでも体験を買った方がいいんですよ。人生を本当に変えたいっていうことであればね。さっきホテルの例を出しましたけど、ね、一泊1万円のホテルにね、10回泊まったってね、学びはないですよ。ゼロです。はっきり言って。本当に泊まれただけっていうことになりますよね。だったら、9回我慢して、ね、10万円ね、1万円のね、ホテルに10回泊まる10万円っていうのを、ね、10万円を1回使うんですよ。ね、一泊10万円のホテルに泊まるんですよ。ね、そしたらね、その人はちょっと無理してるかもしれないですよ。無理してるかもしれないけど、ね、一泊10万円に泊まれば、その人はね、何かを感じるはずなんです。一泊1万円のホテルとは違う何かを感じるはずなんですよ。その天井の高さとか、空間の広さとか、なんかその開放感がもたらす心地よさとかね、華やかさとかね、気分の良さとか、何かを感じるはずなんですよ。その感覚が人生を変えていくんですね。だからね、無茶してもいいと思うんですよ。毎回500円の食事をね、何十年食べ続けて、じゃあ人生変わりますかって言ったら、全く変わんないですよ。それぐらいだったら、ね、多少ね、他のところの食事はね、例えば5袋ね、140円のね、なんかね、ラーメンでも食べて、ね、このね、140円で5袋入ってるね、袋麺だったらね、5食はいけるとかってやって、ね、それでね、お金貯めるんですよ。お金貯めて、そしてね、5000円作って、5000円で、もうね、ご飯を食べに行くんですよ。そしたらね、その人はね、何かを感じるはずなんです。それは500円の食事では絶対に感じることができなかった何かを感じるんですよ。ね。それこそ、服もそうですよね。1000円の服を100着持ってたって、まあ人生何も変わんないですよ、はっきり言って。何にも変わんないです。で、それぐらいだったら、ね、1000円の服を100着買うぐらいだったら、ね、我慢して、ね、10万円出して、ね、そしてなんか自分にとってね、ちょっとおしゃれな、いい服をね、新調すればいいわけですよ。もしそれがスーツだっていうんだったら、その10万円のスーツを着て仕事をすればいいんですよ。そしたら明らかに気分が違うし、なんかね、自然と胸を張るしね、自信が出てくるわけですよ。ね、だからね、そういう意味でね、とにかくね、体験を買うってことが大事です。それが投資なんですよ。投資って何ですかって言ったら、体験を買うってことなんです。一言で言うと、人生を変えるのはお金じゃないです。預金通帳の数字ではないんですよ、ね、その増えた預金通帳の数字で一体何と交換したいんですかってことが大事なんです。何と交換したいからお金を増やすんですかと、何と交換したいからお金を稼ぐんですかってことが大事なんです、ね、そうした時に、ね、自分の頭の中がですよね、自分の頭の中がもう過去に占領されていて、現在に占領されていて、ね、家賃5万円でね、1000円の服を着て500円の食事ができればいいやと、ね、っていうふうに思ってる人はやる気が出てこないんですよ。だったらね、もう脳の本能に負けちゃいますよね。絶対脳の本能に勝てません。ね、脳の本能って何ですかって言ったらね、最小努力の法則です。最小努力の法則に負けるんです、人間はね。最小努力の法則って何ですかって言ったらね、努力を最小限にしたいっていう本能です。ね、努力は最小限にしたいっていう本能です。だから脳はね、手を抜こうと思ったらどこまでも手を抜こうとします。サボろうとするとどこまでもサボろうとするんですね。それが脳の本能なんですよ。そしてね、欲がない人っていうのはこの脳の本能に負けちゃうんですよ。ね、いや、自分の人生は家賃5万円で、ね、1000円の服着て1食500円でね、いいんだからって言ったら、もう脳の本能には絶対勝てないですよね。絶対勝てないですよ。だってもうそれでいいと思ってるんだから。ね。だったらね、もうね、同じ給料、例えばね、自分は公務員です。自分はサラリーマンです。自分はパート社員です。派遣社員です。と言った時に、ね、自分の給料決まってますよね。ね。例えばその公務員、サラリーマンの方が、例えば月給40万円ですと。月給40万円ですと。
ね、それは頑張ろうが頑張る前が一緒で40万円で固定されてますと、ね、そうしたら脳の本能に負けた人ってどうなるかっていうと、同じ給料40万円だったらね、頑張らない方が得だって思っちゃうんですよ、ね、給料は一緒だと、ね、40万円、自分が頑張ろうが頑張る前が同じ給料40万円とだったらね、頑張らない方が得なんじゃないかって思っちゃうんです。そしたら脳の本能に負けるんですよ。最小努力の法則ですよね。最小努力の法則に負けちゃうんですよ、ね、今100の努力で40万円もらってますと、ね、ちょっと手を抜いて 90% で仕事やってみたらどうかなみたいなね、90% の仕事でやってね、上司から怒られるかなと、あ、怒られなかったと、怒られなかったけど 90% の努力で、ね、同じ給料もらえたと、ね、よし、じゃあ来月から 90% でいこうと。なんか 90% で怒られなかったから、ね、80% だったらどうかなと、 80% ぐらいで仕事をやってみたらどうかなと、あ、怒られなかった、しかも同じ給料40万円もらえた、じゃあ来月から 80% でやろうと。ね、80% でやって怒られなかったけど 70% で仕事やったらどうかなと、 70% でやったら怒られるかな、怒られなかった、ね、だったらね、同じ給料だったら 70% で働いた方がいいと、ね、そういう勤務時間は短ければ短い方がいいし、ね、有給休暇は取れるだけ取った方がいいしね、っていう風になるんですよ、ね、もうそういう考え方になるんです。それはもう脳の本能に完全に負けてるってことですよね。最小努力の法則に支配されたっていうことです、ね、努力するならば最小限がいいということですよね。人は一回手抜きの方向にスイッチが入るとどこまでも手を抜きますから、ね、人はね、楽をしよう楽をしようって言ってね、どん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 楽な方に楽の方に流れていくんですよ、ね、でそれはね、もう考え方がケチ臭いからです。一言で言うと、ね、自分は家賃5万円で1000円の服を着てね、500円の食事ができればいいとかって考えてるから、考え方がケチ臭いからやる気が出てこないんですよ、ね、だったら同じ給料だったらね、できるだけ大変じゃないね、めんどくさくないね、仕事の方がいいって当然思いますよ ね。いや、もちろんね、問題はないんですよ。その人の人生だからね、その人がそれで満足してるっていうんだったらもうそれでいいんですけど、ね、まあ、こういう動画を聞いてくださってる方であれば、ね、多分そうじゃないと思うんですよね。もしそれで本当に、ね、本心本音で それでいいと思ってるんだったら、こんな動画絶対聞いてないはずなんですよね。この動画を聞いてくださってる方っていうのは、やっぱり夢を叶えたいと思ってるから、成功したいから、ね、自由に生きたいから、やっぱこういった動画を聞いてると思うんですよね。だったらね、そんなケチくさいことを考えてちゃダメなんですよ、ね、現状どうでもいいです、ね、過去なんかね、もうどうでもいいんですよ。過ぎ去ったものなんだから、とっととね、記憶から捨てていけばいいんですよ。ゴミ箱に入れればいいんです。でそうじゃなくて、ね、もうとにかくね、お金のこと考えなくて、一番行きたい場所はどこかって考えるんですよ、ね、まあ、考えるっていうかね、本当にね、お金がに制限がなかったらどこ行きたいんだろう、何したいんだろう、誰に会いたいんだろうっていうのをね、思い浮かべるんですよ、ね、夢を描くんです。妄想で頭を満たすんです、ね、でそれをね、本当に24時間365日寝ても覚めても確認するんですよ。過去関係なく、現状関係なくね、とにかく自分はね、今の状態はおかしいんだと、ね、今の例えば家賃5万円で、ね、その1000円の服着て1食500円って、これはね、自分に合ってないんだと、ふさわしくないんだと、自分はこんなもんじゃないんだと、ね、じゃなくて、自分はこんな場所でこんな人たちに囲まれながら、こんな服装でこんなのを食べてるのが、自分にとっては、自分の価値からするとこっちの方がふさわしいんだっていう風に、ね、自分って常に、ね、確認し続けることが大事なんですね。そしたらね、脳は確かに手抜きの天才だし、脳は確かにサボりの天才であるのは間違いないし、ね、本能のままに生きれば最小努力の法則に支配されちゃうんですけど、しかしね、適切な質問を常に投げかけ続ければ、脳はものすごいいい働きをするんですよ。脳はね、すっごいいい仕事をするものすごい優秀な機関にもなり得るんです。ね、とにかくね、質問がね、適切であるってことが大事なんです、ね、だから、ね、自分の脳にね、ものすごくやっぱり実現してほしい適切な質問を常に投げかけ続けるってことが大事なんですね。だから例えば自分は行きたい場所があると、ね、やりたいことがあると、ね、会いたい人がいると、ね、体験したいことがあるって言うんだったら、そのことで脳をね、いっぱいいっぱい満たすんですよ。とにかく夢でいっぱいに満たすんです。そしてそれを実現するのにお金が必要だというのであれば、ちゃんと自分の脳に命令出せばいいじゃないですか。どうすればこの夢を叶えるためのお金を引き寄せられるんだろうって、
ね、どうすればこの夢を叶えられるためだけの十分なお金を引き寄せられるんだろうっていうのを常に24時間365日常に自分の頭の中に投げかけ続けるんですよ。そしたらね、脳は優秀なので質問が適切だったら必ず答えを引き寄せますから、ね、必ず引き寄せます。今まで認識できなかったものを認識できるようになります。チャンスが見えなかったチャンスが見えるようになるんです、ねね、自分はチャンスを見つけられないっていうのはね、脳の使い方が下手だからなんですよ。質問の仕方が下手なんです、自分の脳に対しての、ね、なんか自分にとってね不利な質問を投げてるんですよ、ね、これが当たり前とかね、これが現実とかね、夢なんか見るもんじゃないとか、自分の頭でそんなねケチくさいことばっかり考えてるから当然チャンスなんか見えないですよ。だけど自分の頭の中が常に夢でいっぱいいっぱいに満たされていて、それを何が何でも実現したいから、ね、どうしても夢を叶えたいから、じゃあそれにお金が必要だと、ね、あそこの場所に行くのに必要だと、あの人に会うのに必要だと、ね、あの体験をするのにはどうしてもお金が必要だと、いくら必要だと、そのお金はどうやったら引き寄せられるんだろうっていうのを常に24時間365日で脳に命令出すんですよ。質問を投げるんです。そしたら脳は必ずその答えを見つけ出しますから、絶対に見つけ出します。なんでですかっていうと、世界の 99.99999999999% 以上の人が描く夢というのはもうすでに誰かが成し遂げてる夢なんですよ、ね、もうすでに誰かが成し遂げてる夢なんです、ね、だから叶う方が当たり前なんですよ。同じ人間なんだから、ね、だ自分があそこに行きたいとかね、これ体験したいとかね、あの人に会いたいとかね、こういったことをやってみたいって言ったってもうやってる人がいるんですよ。もう成し遂げてる人がいるんです。同じ人間ですでに成し遂げられてるんですよ。であればその夢は叶う方が当たり前なんですよ、ね、同じ人間なんだからね。じゃあなんで叶ってる人と叶ってない人がいるんですかってね、それ頭の使い方が違うんですよ。脳の使い方が違うんです。考え方が違うんですよ、ね、であれば同じ考え方ができるようになればいいんですよね。ね、人間の究極的な違いっていうのは考え方の違いなんだから、脳の違い使い方しか違いがないんだったら同じ脳の使い方ができるようになればいいわけですよ。だったら自分の夢を先に叶えてる人に弟子入りして、その人と同じ考え方をできるようになればいいじゃないですか。ね、そのね、あ、自分はこういったのが理想の人生、理想の生活だと思ってると、ね、でもうすでにそれを成し遂げてる人がいると、じゃあその人の弟子入りして、その人からもうね、あの師匠と全く同じ脳の使い方、全く同じ頭の使い方、考え方ができるようになれば、同じ人生実現できる方が当たり前ですよ、ね、だからね、夢なんか叶う方が当たり前なんですよ。いや、自分の夢はね、全人類の誰も成し遂げたことがない夢だっていうんだったら別ですよ、ね、いや自分はね、もうね、あのね、太陽系を飛び出してね、銀河系に行きたいんだとね、銀河系のね、アンドロメダ星雲に、ね、移住して、でそのアンドロメダ星雲でなんかね、本当の実写版のスターウォーズがやりたいんだとかね、それだったらね、もしかしたら叶わないかもしれないですよ。で全人類の誰も成し遂げてないですからね。ね、だそれはもしかしたら叶わないかもしれないですけど、ほとんどの世の中の、ね、全世界の 99.99999999% 以上の人が思い描く夢っていうのはもうすでに先に誰かが成し遂げてる夢なんですよ。せいぜいどっかに行きたいとか、こんなことをやってみたいとか、こんなことを体験したいとか、誰かに会いたいとか、その程度ですよね。そんなの叶う方が当たり前じゃないですか、ね、でそれをちゃんとね、叶えるためにはね、自分の頭の中をね、夢は叶う方で当たり前っていうね、感覚にすることが大事なんです、ね、そしてね、お金を使った気持ちの良さとか、お金を使った心地よさとか、お金を使った気分の良さっていうのをね、体験するってことが大事なんです、ね、1回体験してるとやっぱこの体験2回3回体験したいなっていうふうに思えるし、1回できたことは2回3回簡単にできそうだって思えるんですよ。最初の1回目って難しいですよね。最初の1回目は難しいと思うんです。自分が体験したことがないことをね、体験するっていうのは、行ったことがない場所に初めて行くっていうのと一緒ですよね。自分が例えば旅行に行って、で、今回行くところはね、初めて行く場所だということであれば、やっぱ途中のね、道中で不安を感じるってことはあると思うんですよ。この道で合ってるのかなとかね。
ね、時間通り到着できるのかなとかね、道に迷ってたないかなとかね、まあ、ちょっと不安になってもね、しょうがないと思うんですよね、初めて行く場所だったらね。しかし一回行った場所だったら、ね、もうね、全然普通に行けますよね。そこ行ったことあるっていうことで、全然気楽だし、簡単に行けそうな気がするし、実際行けますよね。夢実現っていうのも一緒なんですよ。夢実現も一緒で、体験したことがないことをね、初めて体験しようとするってなると結構やっぱ大変だと思うんですよね。だからこのままで本当に夢叶うのかなとかね、本当に成功できるのかなとかね、なんかちょっと不安が湧き上がってきたとかね、 あっても仕方がないと思うし、ある方が当たり前かもしれません。しかし、ね、夢を一回体験することができて、あ、夢って叶うんだというのは、むしろ叶う方が当たり前なんだって感覚の人にとっては、大したことはないんですよ、夢を叶うっていうのは。だって本人はもう叶うのが当たり前だって思ってるから、ね、それをただ2回3回繰り返すだけですよね。1回行った場所に2回3回ね、もう行くのと同じなんですよ。だからとにかくね、1回の体験をね、買うってことが大事なんです。ね、もしお金で解決できるなら、ね、お金で解決できない体験っていうんだったら別ですけど、お金で体験できるんだったら、お金で買うってことがすっごい大事です。ね、1万円のホテルに10回泊まったって何にも人生変わんないですから、それぐらいだったら9回我慢して10万円出して、ね、10万円のホテルに泊まるんですよ。そしたら変わります、確実に。ね、そういうふうにね、そんな頭の使い方、そんなお金の使い方、その感覚で人生っていうのは変えていくんです。でね、これを聞いてくださっている方が、ね、男性で、それでもやっぱピンとこないと、やっぱりね、無駄でしかないと思うと、ね、要するにご飯は、ね、5000円出す必要ないと、ね、500円でもいいのにって、ね、ホテルは別に10万出す必要ないと、1万円でもいいのにと。ね、その着る服はね、別に10万出す必要がない、極論1000円でも大して、ね、結構ね、いいものはいいものとして売ってるから、無駄でしかないっていうふうに思うんだったら、もうね、諦めてね、女性に使ってもらいましょう、ね、男の人ってね、どうしてもね、考えるなって言われても考えるので、論理的でね、考えるなって言ってもやっぱ考えますよね、男の人ってね。だったらもう潔く諦めてね、自分にとって大事な女性に使ってもらいましょうね、自分のお母さんとか奥さんとか、ね、娘さんとか、ね、彼女とか、ね、もうパーッと、もうお金をね、もうちょっとね、ある程度まとまった大金をパンって渡して、もうこのお金好きに使っていいよと、ね、あなたが一番喜ぶ、ね、あなたにとって一番幸せになるように、もうこのお金はね、あげるからと、プレゼントと、ね、もうね、いつもね、ありがとうみたいな、ね、いつも自分を支えてくれてありがとうと、ね、もう感謝の気持ちとしてね、もうね、このお金あげるから、もう好きに使ってと、パーッと使ってと、ね、もう気持ちよく使ってと、ね、で自分で自分を幸せにしてっていう風にね、あげちゃうんですよ、ね、で使ってもらうんです、パーッと、ね、そして、ね、絶対ね、もう保証します、 100% 喜んでくれますから、 100% もうあなたが好き、このお金に関しては何に使ったかって聞かないからと、ね、もう好きに使っていいからと、ね、もうとにかく自分を喜ばしてと、自分を幸せにしてとね、って言って、もうね、あげちゃうんです。スパーンと。ね、で、その女性に自分にとって大事な人、ね、お母さんなのかもしれないし、ね、奥さんなのかもしれないし、娘さんなのかもしれないし、彼女かもしれないし、ね、まあ、その人にパーンと使ってもらって、ね、ね、その後ね、話聞いてみてください。どうだったって。ね、すっごい良かったって。絶対言ってくれますから。100% 言ってくれます。なんでかって言ったら、女の人は本当は、本心本音はお金使いたいんですよ。本心本音は ね、いつもね、もし我慢してる、いや、いいのいいの、私はこれでとかって言ってんだったらね、それは男の人の考え方がケチくさいから、気を使ってね、我慢して、ね、気を使ったことを言ってくれてるだけなんですよ。いや、いいの、私はこれでって、ね、それは ね、女の人をね、単に我慢させてるだけなんですよ。それ本心本音じゃないです、ね、もう女性っていうのはね、本能的にはお金を使いたいんですよ、本能的にはね。ただ男の人の給料が例えば固定されてて、ね、どうしても予算の中で、ね、やりくりしないといけないっていう条件下の中にあるから、なんか贅沢言っちゃいけないと思ってるんですよね。だから我慢してるだけなんですよ。だから私はこんな、ね、これだけでいいのとかね、これで十分なのとかね、あなたさえいてくれたらとかって言ってんですけど、それは嘘ですから、絶対嘘ですよ、ね、間違いないです。もう 100% 嘘ですから。あなたさえいてくれればじゃないんですよ。
あなたがいてくれた上でなおかつなんです、ね、それが女性の本音なんですよ。でそうした時にもし自分でお金を使うのがどうしても苦手だと、ね、これはもう無駄だとしか思えないと、いやこんなね無駄な もったいないお金の使い方ができないとかね、やっぱりどうしてもそれが取れないという人であればもうね女性に使ってもらいましょう。ね、パーンとねある程度まとまったね、もうどう考えてもねちょっとこう非日常的なね、お金をパーンって上げちゃうんですよ。ね、そして、ね、それをね使ってもらうんです。ねね、でどうだったと、ね、自分の大事なお母さんとか、ね、奥さんとかね、娘さんとか、ね、彼女とかに聞いてみるんです。そしたらもうすっごい良かったと、もうありがとうと。ね、本当楽しかったとか、本当気持ちよかったとかね、すっごいいい体験ができたとかね、もうなんかすっごい幸せだったとか、絶対言ってくれますから。で、その笑顔を自分の体験にするんです。その自分にとって大事な人の笑顔を自分の体験にするんですよ。こんなに喜んでくれるんだって。ね。そしたらね、やる気なんかね、出てきますよ、簡単に。ね、簡単に出てきます。ね、ああ、もっと頑張ろうって。よし、頑張ろうって。もっとこの人の喜ぶ顔を見たいと、もっとこの人を喜ばせたい、もっと幸せにさせたいと思って頑張ろうって思いますよ。そしたらね、脳の使い方が全然変わってきますから、ね、今までは脳の本能に支配されてたと、ね、月給40万で固定されてるんだったらいかに楽するか、いかに手を抜くか、いかにサボるかっていうね、最小努力の法則に支配されてたのが、脳の使い方が全然変わってきますから、どうやれば昇給できるんだろうと、どうやれば昇進できるんだろう、もっとどうすればもっと高級のところに転職できるんだろう、どうすれば独立起業して成功できるんだろう、どうすれば投資に成功してお金を増やせるんだろうって、もうね脳の使い方が全く変わってくるんですよ、ね、そしたらね簡単にね自分が必要としてるお金なんか引き寄せることができるんです、ね、脳の使い方が違うんですよ。明らかにうまくいってる人とそうじゃない人はね、うまくいってる人はねやっぱねうまくいく脳の使い方をしてるんですね、ちゃんと自分の夢が叶ってほしいようなことばっかり考えてるんですよ、ね、どうすれば昇給できるんだろう、どうすれば昇進できるんだろう、どうすればもっといい条件のところのね、転職できるんだろうと、ね、どうすれば独立起業できるんだろう、どうすれば投資でお金を増やせるんだろうと、ね、もうそういうねこうねちゃんとね自分のね本当に大事な人を喜ばせるだけのお金を引き寄せられるのに適切な質問っていうのをちゃんと自分の脳に投げかけ続けてるんです。だから景気がいいのは当たり前だし、お金はねどん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 ねやってくるのは当たり前だし、資産は増えていく方が当たり前なんですよ。もし自分が受け取ってるお金がね少ないっていうんだったらね、それはね考え方がケチくさいんですね。もうなんか固定給っていうのにね支配されていて、もう自分はこの予算の中でやりくりするしかないんだっていうので、もう完全に頭が固定しちゃうんですよ、ね、実際ね世の中には方法なんて無限にあるわけだから、お金をね増やそうとかね稼ごうってした時に無限にやり方方法があるわけだから、どうにでもなるんですよ。本当にそのお金が必要なんだったらね、自分は行きたい場所があると、ね、でもこの場所に行くためには、この場所に泊まるためにはこれだけのお金が必要だと、これは何が何でも叶えたいと、何が何でも絶対実現したいっていうんだったら、その必要なお金を稼ぐ方法なんて無限にありますよ。それだけお金を増やす方法なんて無限にあるんですよ、ね、ただ見えてないだけですよね。だったら、ね、いかに自分の脳を夢が叶ってる方で当たり前っていうことにするかってことなんです。そしてね、チャンスがあるんだったら、もし預金通帳に数字がね、多少あるっていうんだったら、無理してでも体験を買った方がいいです。そしたら人生変わりますから。ね、同じ話を繰り返ししますけど、一番大事なことなので、1万円のホテルに10回泊まったって人生変わんないですよ。それぐらいだったら10万円のホテルに1回泊まった方が人生変わります。間違いなく。ね、預金通帳にね、数字が10万円あると。ね、だったらその10万円でね、体験に変えるんですよ。体験と交換するんです。それを投資と言うんです。投資って何ですかって言ったら、究極的には体験と交換するってことなんです。ね、今までやったことがない体験と持ってるお金を交換するってことなんですよ。行ったことがない場所に行く、やったことがないことをやる、会ったことがない人に会うんですよ。そしたらそれが人生を変えるんです。ね、たとえ自分が持ってる預金通帳の数字が10倍になったって、人生なんて全く変わんないですから、絶対断言します。預金通帳の数字は数字でしかないんですよ。単なる数字なんです。数字は人生を変えないんです。その数字を何かと交換できた時に初めて、その体験が人生を変えていくんですね。
ね、なので、ね、ぜひね、バブル世代の女性から学んでいただきたい。彼女たちはね、知ってるんですよ。もちろん時代が良かったっていうのもあるかもしれない。ね、もうそのね、楽しめる体験ができてるんです。しかし、一回体験できてるから、今の47歳から51歳の女性たちが、今もきれいなのは、ね、輝いてるのは、それはね、やっぱり一回体験できてるから、2回目、3回目っていう体験をしようとしてるんですね。だから、いつまでも若くあろうとするし、綺麗であろうとするし、美しくあろうとするしね、いろんなことをね、挑戦してみてやってみたりするんですよ。で、ワクワクしながらね、将来に対して前向きにね、生きていってるんですよね。だから私たちはね、彼女たちと全く同じと言わなくても、せめて10分の1ぐらいでもね、同じぐらいの感覚が持てればね、もう全然日本なんて今この瞬間からものすごい元気になりますからね、800兆円の10分の1の80兆とは言わず、その100分の1の8兆円でもね、今まで眠ってたお金がね、市場に出てきたらもうそれだけでバブルですよ、ね、8兆円がね、もう世の中にいきなりね、ドーンって出てきたらもうそれだけでバブルですよ、ね、今からでもバブルなんて全然起きるんですよ。ないんじゃなくて、あるのに使われてないだけなんだから、だったらそのお金が動けばね、すぐに景気なんか良くなるし、バブルにもまたね、起こせるんですね。そうすればね、バブルの華やかな頃っていうのをね、私たちもね、また体験できるんですよ、ね、そのバブル景気の中でね、すごい楽しく、すごく気持ちよくね、すごくね、こう笑いながらね、それこそ歌を歌ったりね、踊ったりっていうようなね、そんな生活っていうのはね、すぐにできるようになるんです、ね、なのでね、バブル世代の女性から学ぶと、ね、なんで彼女たちは元気でね、エネルギーがあるのかと、ね、それはね、体験してるからなんです。知ってるんですよ、お金を使った人生の楽しみ方をね。で、それをね、いつ体験するかなんです、ね、で、そしてもしね、預金通帳に数字があるっていうんだったら、ね、その数字を増やすことよりも、ね、もちろん増やしてもいいんです。増やさないと体験できないことをね、夢として描いてるっていうんだったら増やしていいんです。しかし、もうすでに持ってるっていうんだったら、それはね、体験と交換するってことなんです、ね、それが一番人生を変えますからね、自分がね、今から叶えたい夢にどうしてもね、お金がいって、そのためにまだね、預金通帳の数字が達してないっていうんだったら、もう少しね、貯金するっていう必要も出てくるかもしれないですけど、もう十分持ってるっていうんだったら、ね、だったらね、そのね、預金通帳の数字を体験に変えるんですよ。で、いつか行ってみたいなじゃなくて、今行くんですよ。ね、いつかやってみたいなじゃなくて、今やるんですよ。いつか会いたいなじゃなくて、今会うんですよ。会いに行くんです。で、お金出せば大概の人は会えますから、はっきり言って、ね、ただで会ってくださいって言ってもなかなか会ってくれないかもしれないけど、でこんだけ出しますから会ってくださいって言ったら、それは大概の人は会ってくれますよ。よほどの人じゃない限りは会ってくれます、ね、ってことは、ね、叶うんですよ、ね、夢なんてね、将来叶えるものじゃなくて、今この瞬間叶えることができるものなんですね。だから、ね、とにかくね、バブル世代の女性から学んで、ね、体験してください。そしたらその体験が、ね、自分の体の中に入ります。気持ちよさとか心地よさとか楽しさとかね、ウキウキする感じとかワクワクする感じっていうのが自分の体に入ります。そしたらね、あ、こんないい体験ね、2回やりたい、3回やりたい、またやりたいって思うんですよ。そしたら脳の使い方がね、上手になります。どうすれば夢を叶うために、ね、これだけのお金が必要なんだけど、このお金を引き寄せるにはどうすればいいんだろうと、ね、このお金を引き寄せるにはどうすればいいんだろうっていうのを、寝ても覚めても24時間365日、ね、確認し続けるんです。そしたら必ず脳は見つけますから、これやったらあなたのね、必要としてるお金は手に入りますよという方法が必ず見えてきますから、そしたらそのお金を使ってまた夢を叶えると、ね、お金を体験に変えていくということですね。そしたらでも人生っていうのは楽しい方が当たり前だし、ね、もう体験すればするだけ夢なんか叶う方が当たり前だっていう感覚が自分の中にちゃんと入っていくことができるというお話です。はい、今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。